さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ササペプチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、8月のいわき市アンモナイトセンターにおける大気発掘についてのちょっとお知らせがあるんですけれども、8月の大気発掘はですね、事前にこう予約をする形で、入れ替え制ということになっています。はい。普段はですね、アンモナイトセンターの体験発掘は予約制ではないんですが、今年の8月に限っては、まあこう全国的にこう夏休みが短くなって、で、その期間中にですね、アンモナイトセンターに来るお客さんがちょっとね集中する可能性があるということで、まあ1日の体験発掘をですね2回から4回に、増やすことになりました。でですね、タイムスケジュールで言いますと、1日4回の1回目、こちらがですね、10時から11時30分ま で、 で2回目が11時15分から12時45分ま で、 で3回目が、13時30分から15時ま で、 で4回目が14時45分から16時15分までという4回になっています。でですね、ちょっと気づくことがあるかなと思うんですけれども、1回目と2回目、それから3回目と4回目の、まあ、真ん中の15分がちょっとかぶってると思うんですけれども、これはですね、まあ、午前の、2回両方とか、あるいは午後の2回両方、まあ、極端に言っちゃうと、まあ、4回連続でっていうふうに参加はまあちょっとできないようになってまして、一組の参加者の方、まあ、方々が1日に参加できるのは、まあ、午前中の1回目と2回目のいずれかで、午後の3回目と4回目のいずれかで、まあ、一組の参加者の方が1日に参加できるのは、まあ、通常と同じ午前1回、午後1回の合計2回までというふうになっています。これはですね、より多くの方に体験発掘に参加していただくための、まあ、配慮だと思われるので、まあ、その辺はちょっとご了承いただきたいと思うんですけれども、でですね、まあ、予約ということなので、まあ、事前に予約をするための方法としては、電話のみになります。電話番号はですね、こちらになります。はい。080-604-3-4436 と、こちらの番号になります。こちらですね、アンモナイトセンターの、まあ、代表の番号とはまた別の番号になってますので、ご注意いただきたいと思うんですけれども、まあ、問い合わせはですね、通常の電話番号でもいいかなとは思うんですけれども、今回の8月の体験発掘の予約に関してはこちらの番号の方のみとなってますのでご注意ください。で、受付時間は午前9時から午後5時までということで、まあ、アンモナイトセンターの開館時間と同じなんですけれども、その時間帯に受け付けています。で、これは平日のみの受付になっています。はい。8月の体験発掘はですね、8月の1日、2日、8日、9日、10日、15日、16日、22日、23日、29日、30日と、こちらの日付で行われるんですけれども、予約はその電話をしていただいた週の週末に行われる体験発掘の予約だけができますので、例えば電話をかけた週の次の週とか、その次の週とか、こう週を超えて予約はできませんので注意してください。最後に付け加えておきますとね、体験発掘の流れとしては、まあ初めて参加される方はまず最初に30分のオリエンテーションがありまして、その後体験発掘が1時間あるということになっているんですけれども、これがですね、体験発掘の途中で、ちょっと天気が悪くなってくる、まあ、雨が降ってくる可能性があるという時はですね、体験発掘とオリエンテーションの順番をこう入れ替えて、行うことがあります。その時はですね、現地でのまあ、天候を判断して、いろいろこう案内があるかと思いますので、まあ、その時にですね、参加される方は注意をしていただきたいと思います。というわけで今日はですね、アンモナイトセンターの8月の体験発掘の方法についての動画でした。というわけで8月はですね、しっかり予約をしていただいて、体験発掘に参加していただきたいと思います。まあ、その上で
皆さんで石化石を掘るぞ。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。